昨日連敗を3で止めたロッテ、勝てば再び首位の可能性があります。そのロッテ1点を追う5回、2番の平井。日本ハム先発関根のストレートを完璧に捉えます。今シーズン初めてのホームラン、ロッテ2対2の同点に追いつきます。これで昨日のように勢いに乗りたいところでしたが、9回4人目藤田が捕まってしまいます。連続フォアボール、ワイルドピッチで三塁二塁となって4番ブルックス。センター前へ、さらに西浦、ロッテ土壇場で4対2と勝ち越されます。その裏ロッテ粘ります。同点ホームランを打っている平井がツーベースヒット。ツーアウト三塁となってキャプテンフランコ、タイムリーヒットで1点差に追い上げます。しかし反撃もここまで、ロッテはヒット13本を打ちながらも要所を抑えられ、連勝はなりませんでした。その上田監督に区切りの勝利をプレゼントしようと4回6番西浦、ロッテの先発黒木のストレートを叩きます。本人も驚くほど打球が伸びて5号ホームラン。さらに5回ノーアウト3塁2塁で再び西浦、今度はタイムリーヒット、故障の落合に代わってファーストに定着した西浦の活躍で日本ハム5対0とリードを広げます。投手力が課題の日本ハム、今シーズンまだ勝ち星のない沼田が先発しますが5回に捕まります。1点を返されなお3塁2塁で諸角、2点タイムリーヒット、沼田勝ち投手の権利を得られないままマウンドを降ります。この後継投でなんとか逃げ切りを図る日本ハムは6対4で迎えた8回、ストッパーの期待がかかる金村をマウンドに送りますが、初芝にいきなりツーベースヒット、続く佐藤、そして松本、記録はライトゴロ、日本ハム1点差に詰め寄られます。追加点が欲しい日本ハムは9回2アウト1塁3塁で代打西、日本ハムに貴重な追加点が入ります。日本ハムは好調な打線が投手陣をカバーしてロッテを破り首位を守りました。マリーンズの先発はここまでの4勝が全て完投と何とも頼もしい富山、今日も立ち上がりから自慢のコントロールが冴え渡り、ブルーウェーブ打線を全く寄せつけません。すると4回にはマリーンズ打線が爆発、ノーアウト三塁一塁のチャンスに初芝が甘く入ったスライダーをレフト前へ弾き返し、マリーンズが1点を先制します。さらに続く佐藤も右中間を深々と破るタイムリー、この後ワイルドピッチが飛び出すなどこの回一挙4得点、7回にも1点を加え最下位オリックスを容赦なく攻め立てます。この大量リードに守られ余裕のピッチングを見せていた小宮山ですが、7回ニールに外角へのストレートを左中間スタンドへ運ばれます。これですっかりおかしくなってしまった小宮山は8回にも4連打を浴び4失点、あれだけあった大量リードがあっという間に1点差にまで詰められてしまいます。さらに9回先頭のプリアムにツーベースを浴びると送りバントで3塁へ、一打同点のピンチを招きます。しかしこの場面をエースの意地でしのぎ切り、苦しみながらも完投、ハーラーダービー単独トップに立つ5勝目を挙げました。もう初回先発杉本がフォアボールと牽制悪送球などでワンアウト三塁、いきなりピンチを招きます。そして福浦の止めたバットに当たった打球がセンターへ抜けて、なんともアンラッキーな先制点を奪われます。しかしその裏 1,2 番の連続ヒットでチャンスを作ると、一郎が粘って12球目を弾き返しすかさず同点とします。さらにニールのツーベースなど5連打でこの回一挙4点、マリーンズ先発クロフォードをノックアウトして今日はいけると思ったんですが、5回立ち直りを見せていた杉本の右膝に福浦の打球が直撃、思わぬアクシデントでマウンドを降ります。すると変わった豊田がフランコに一発、やはり勝利の女神は扇監督に微笑んではくれないのか、4対3と1点差に詰め寄られます。しかしブルーウェーブは6回、谷の今日3本目のヒットで貴重な1点を加えマリーンズを突き放します。ところがその直後の7回、マリーンズ初芝が小林から7号ソロアーチ、再びリードは1点、胃の痛くなる思いの扇監督ですが、
最後は8回からマウンドに立ったウィンが締めてなんとか逃げ切りに成功。ブルーウェーブようやく9勝目です。ロッテはチーム打率がリーグトップと打線が好調です。その原動力は2番を打つ7年前の首位打者平井。1回西武先発塩崎の立ち上がりを捉えヒットで出ます。この後打線がつながり2アウト3塁2塁となって5番キャリオ。スライダーに詰まりながらも2点タイムリーヒット。平井が作ったチャンスが先制点につながりました。2番に固定してもらいつなぐことだけに徹しているという平井は5回、三塁一塁とチャンスを広げて中軸に託します。答えたのは3番5年目の福浦でした。スライダーを運び今シーズン1号スリーランホームラン。ロッテはこの回さらに1点を加え一挙4点、6対1として試合の流れをつかみました。そして7回平井の第4打席、3点差に追い上げられたチームにとって貴重なホームランでした。平井は今日4打数4安打、ロッテは14安打で10点を挙げ西武に大勝しました。ちょっとびっくりした。最後のホームランなんかなんか軽くちょっと出したら、なんか飛んでいったっていうような感じなんですけど、中日この不振の投手陣をバッティングでカバーしたい西武4番鈴木健。1点を先制された1回薮田から逆転のツーランホームラン。しかし打線はこの2点で終わり、あとはピッチャーが1点差を守れるかにかかりました。先発石井は粘り強いピッチングで好調ロッテ打線を抑えてきました。しかし7回先頭バッターにヒットを打たれます。石井はこの後ワンアウト1塁2塁とピンチを広げ、東尾監督は左の杉山にスイッチ。ところが左の福浦にデッドボールを与え満塁となってしまいます。ここで西武3人目は西口。先発で結果の出ないエースはこのところリリーフに回されています。バッターは4番フランコ。西口今日は腕がよく振れストレートに威力がありました。今年はかわす投球が目立つ西口ですが、今日はバッターに向かっていく西口らしさが戻ってこの後ヒットを許しません。エースが復活の手応えをつかんだ西武は連敗を4で止めました。マウンドに上がる時の秋田仙台と続くマリーンズ対ブルーウェーブの道の草連戦はマリーンズの主砲フランコの先制ツーランで幕を開けました。一方マリーンズ先発は対ブルーウェーブ3連勝中の小宮山。今日は2回に五十嵐にホームランを許しましたが、その後は丁寧なピッチングでブルーウェーブ打線に付け入る隙を与えません。しかし3対1でマリーンズ勝利かとも思われ始めた9回表、ブルーウェーブこの回トップの大島にライトに運ばれたところで雲行きが変わります。一郎、五十嵐、田口と打ち込まれ、気づいてみれば4対3、みちのくの初戦逆転勝利のブルーウェーブ、このまま波に乗りたいところです。